速稼塾の久保でございます。億万長者合宿リメンバーをご覧の皆様、こんにちは。時間がないというテーマでね、ちょっと何かを話せということだったんですけども、では逆に聞きますけども、時間がね、どのぐらいあったら年収が1000万とか2000万を作る自信がありますかって、こちらから聞きたいですね。私はですね、速稼塾の中で時間がなくてカリキュラムができないっていう方にあるね、質問したことがあるんですよ。質問というか指示ですね、指示をしたことがあります。ではですね、何々さんはご家族があるから時間がないと言ってます。3ヶ月です。3ヶ月はビジネスをやるために全部叩き込んでください。で、これからね、私が話すことを、この動画を奥さんとか家族に見せて、3ヶ月は絶対に、時間をくれと交渉してみてくださいと。奥さんや家族を3ヶ月ビジネス漬けになる時間をくれというふうにお願いしてくださいと。そして3ヶ月はずっとね、家族から離れて私と2人きりでビジネスをやりましょう。で、そうするとね、月収は100万になりますと。月収100万を約束するんで、月収100万3ヶ月後に取ったら、家族のところに戻って謝って月収が100万になったよっていう風にしてプレゼントしてあげるっていうのはどうですか。3ヶ月そのためにあなたは家族にお話して、職場にお話して3ヶ月確保してくださいと。で、この3ヶ月私と一緒に過ごして月収100万に1円でも足りなかったらね、1円でも足りなかったら私があなたに1000万を弁償しますという風なお話をしました。さあ、いかがでしょうか。同じようなことを私から言われて、3ヶ月間ビジネスだけに全部をぶち込むような、その腹のくき方ができますか。時間がないっていう人、時間が3ヶ月確保されて月収100万に迫る、その自信はありますか。もしこれが何もできないと、3ヶ月お願いして時間を取ることできませんって言ったら、時間がないんですよ。そう、時間がないんですよ。じゃあ時間がないを理由にできないというんでしたら、永遠に時間がないあなたは永遠にできないということになります。だから諦めてもらえるんですよ。諦めてくださいということですね。じゃあ時間を作るために何もしないと、要するにね、ビジネスで成功するって両立しながらね、無理なんですよ。やっぱり成功っていうのはバランスを壊す活動なんですよね。バランスっていうのは全部がね、やっぱりこううまくいってる状態なんですけども、バランスを壊して成功するっていうのは、ある一つをものすごく突き詰めていって他は諦めるってことなんですよ。で、これがね、腹をくくるってことですよね。で、3-9の話がありました。時間が無限にあると、もうね、絶え間なく退屈、苦痛だっていう考え方なんですけども、まあそういうのもわからないでもないですけども、それはですね、退屈を楽しむような方法を知ればいいわけなんですよ。まあですね、ですけどね、やっぱりほとんどの人には退屈を経験したことがないんで無理なんだと思います。うん、はい。ちなみに私は今ね、キレキレの動画をお送りしてますけども、この私の息子ね、ヤマトくんの育児をしながら動画を撮ってます。今までもそうです。今日はね、ヤマトくんがちょっとね、泣きが入るんで、こうやってさすりながらなんで、ちょっと切りながらです。泣き声とかね、ちょっと入っちゃうんですよ、こういう風に話すとね。さあ、私、時間があるように見えますか、ないように見えますか。通常育児をしてると育児にかかりっきりになりますけども、私は必ず動画を吉谷さんに返すというね、これ決めてるんで、何をしながらでも返すんですよ。運転しながらでも、はっきり言ってね、トイレの中からでも撮るかもしれませんよね。で、こういう風にして自分が何をするのか決めて、それ以外はできなくてもしょうがないと諦める、これをね、バランスを壊す活動っていうんですよ。そうすることによって一点で突き抜けることができるんですよね。で、これすらできない、これがいわゆる基本動作なんですよ。これすらできない人に、そのバランスを自らね、壊して一点集中できない人に、じゃあどんなね、チャンスが訪れるのか、そのチャンスを使い切ることができるのかって言ったら、時間がたとえあっても無理ですね。うん、まずは時間を作るっていう風な活動ができないと。時間が仮にあっても、時間を無駄にする時間が増えるだけなんではないかなと思うんですよね。もちろん一人一人見てみないとわからないんですけども、私が思うのは、どんな成功者もどう考えても時間がないところからやってるんですよ。で、私は麻雀店を1日16時間営業しながらネットビジネスをやりました。アクセスサイトもいっぱい作りました。それはね、お店の中でもやってたんですよ。お客さんにドリンクのオーダーがかかろうか関係ないですね。はっきり言ってお客さんには背を向けてましたね。で、他のスタッフが対応してましたから、私はやっぱり働かない社長だったかもしれません。ただそのぐらいね、もう店がなくなってもいいと、それは諦めて自分の人生を振り返るために、もう取り戻すためにやったわけなんですよ。で、多くの方は会社にバレることとか恐れますけども、私の場合は会社がなくなることを恐れなかったんですよ。自分で作った大切な会社、お店、なくなりました。従業員さん、社員さん、全員解雇する羽目になりました。広島市中区本通りから撤退することになりました。
でも私は求めていた自由、隠居ってものを手に入れたんですよね。ビジネスを私はマスターすることができたんですよ。どうですかね、これ引き換えにして十分なお釣りが来ると思いませんか。で、今の暮らしを続けてきて何かチャンスがあるのかなと。多分ないと思うからこの動画を見たりね、なんとかお金や時間をつかめる方法ないかなって探してるはずなんですよ。で、探すことができる、要するに動画を見ることができるけども、自分でアウトプットする、行動することができないんでは、もはやね、何も生まれないんではないかなと思いますし、その行く先っていうのははっきり言って暗い未来ですよ。何もないです。今はまだ感じないかもしれませんけども、私は想像力がね多少豊かなんで、麻雀店をやったまま暮らしてたらどうなるかってことをよく想像したんですよ。まあ近かりし死ですね、大恥の死、そして私の死を悼む家族、そういったものを、想像すると絶対に這い上がるしかないと思いましたね。極端な話、誰かを踏み台にしてでもっていう思いすらありました。でもそれは絶対にしてはならないと思ったんでしませんでしたけども、自分の過去や人生やそれから自分のね持ち物は踏み台にしましたね。おかげで私は全てをなくして自由を得たわけなんですけども、ここに私のね一つのスローガンが決まったんですよ。自由さえあればもう何もいらないと、そういうふうに決めました。おそらくその決断と行動がなかったらこの一つの命も生まれてなかったと思います。大和くんね、大和くん、ちょっとお見せしましょうか。もう早速牢屋に入ってますね。よしよし、どうでしょうか。私はね、自由を手に入れて私につながる家族や子供や親兄弟をオーバーに言ったら守ったんじゃないかなと思うんですよ。私一人が行き詰まって、もしかして経済的にね苦しくなることによって私につながる家族の足を引っ張ったかもしれませんし、多分この子供も生まれてなかった、この地上に命が一つ増えないというねことに寄与したんだと思うんですよ。で、今日本の現状を見てもお金がないから結婚できないとかね、出産に費用がかかるからできないとか、子供を育てる自信がない、お金がないっていう問題で、ましてはね介護もできない、介護の余裕もない、介護のお金もないと、自分たちの親が実家で苦しんでもだえているのに自分がね駆けつけてあげることもできない、親の親身にも歩めない、こんなことが多かったんじゃないかなと思うんですよ。で、私は自分のお店をオープンした時に自分を可愛がってくれたね、長年可愛がってくれたおばあちゃんが危篤でした。でもお店のオープンだったんで、それを知りながら店を離れることができなくって、そのまま亡くなったんですよね。墓参りに行ったのは今年のことです。なんとね、15年間私はおばあちゃんのねところに行くことができなかったですね。そういうふうにいろんなことを犠牲にしてビジネスにぶち込んで、それでも何度もうまくいかなかった。そして最後に私にねチャンスをもたらしてくれたのがネットビジネス、アフィリエイト、そして YouTube、SNS だったわけなんですよ。だから私が成功したからあなたもそれをやればいいって話じゃないです。ただ今までやらなかった何かに挑戦するしかないじゃないですか。今まで時間を使っていたものでは時間が埋めない、お金が埋めないってことが分かってるんだったら、今までやってきたことは少なくともやっちゃダメなんですよ。で、そう思いませんか。で、今までやらなかったことをやっていくんですよ。さあ、ここで一つの小さな結論に達します。もし自分の状況を変えたかったら、今までやっていたことをやめて今までやったこともないようなことの何かに挑戦するということになります。そこで時間がないっていうんでしたら、今までやっていたことをやめる、それこそね3ヶ月間でいいんで、今までやってきたことに休憩をもらってください。そしてその3ヶ月で人生を変えるためにしゃかりきやるんですよ。アフィリエイトでもいい、転売でもいい、 FX でもいい、1日16時間3ヶ月やれば必ず人生は買い取れますよ。それでダメならもうね、そういう人生なんですよ。全てを諦めて苦しい人生を、暗闇の一歩を歩めればいいんじゃないかなと、そういう腹のくくり方もありますし、その中でも幸せは必ず見つかります。結局ですね、自分が日陰を見るのか日向を見るのか、喜びを感じるのか苦しみを感じるのか、全部自分で選ぶんですよ。自分がどの感情を選ぶのか自分が決めるんですよね。吉谷さんは稲盛和夫さんの例を出しましたけども、稲盛和夫さんに学ぶ必要はありません。あれ偉人すぎるんですよ。ですから皆さんの近くにいる小さな成功者をね、まず目指してください。自分がちょっとの背伸びをすれば届く人、
そういう人にまずなることです。多分あなたのお住まいの町にもいるはずなんですよ、うん、自分よりも時間があって自分よりもお金を持ってる人、幸せそうに暮らしてる人、その方にまずなること。でもその時気づくんですよ、あれ近所の人との付き合いないなと。それはね、近所の人との付き合いもできずに、うん、インターネットの向こうの人とどう付き合っていこうかって考える方が非現実的だと思うんですよ。ただそれでも今時代は変わったんで、本当にですね、近所の人と深い関係を持つ時間がなかった、その代わりインターネットで出会った人と深い時間を持とうと思えばできるはずです。なぜできるか、近所の人と関わりを持つ時間を持ってないってことは時間を持ってるじゃないですか。じゃあその時間をインターネットの向こうの信じれる人にね、振り向けていくってことができると思うんですよ。で、意志が強い弱いってのはありますけど、ほとんどの人は意志は弱いです。ですから環境を整えてください。自分の意志に関係なくやらざるを得ない状況です。例えばダイエットするときに冷蔵庫から食べ物を全部捨ててしまうと、これも環境を作るっていう方法ですよね。で、自分が何か賃貸に入るときにエレベーターなし、エスカレーターも当然なし、そういうマンションの4階に住むんですよ。そしたら毎日階段上り下りするじゃないですか、強制的に。そうすることによって自分を鍛えることができるんですよ。同じようにやっていきましょう。トイレにインターネットの SEO の紙を貼るとかね、 YouTube のキーワードの紙を貼るとか、 FX の基礎知識の紙を貼るとか、そうすればトイレに入るたびに見るじゃないですか。で、スマホは持ち歩かない。スマホなんて余計なことをね、検索しないですから、ろくなこと。そうじゃない、紙に書いたものを見る習慣をつけることによって自分の基礎知識をね、深めていく。強制的に自分が意思とは関係なくやらざるを得ない状況を作っていくという工夫もできるはずなんですよ。そうすると時間はかかりません、うん、時間もかかりませんし、うん、まあお金もかかんないしね、成功に近づくんじゃないかなと思います。いろいろと申し上げましたけども、時間がない方、うん、時間がない方は時間がなくてもできる方法を編み出せばいいわけなんですよ。じゃあどんな方法があるんだっていうのはこの動画で今お話ししましたけども、それでもわからないって方、個人的にメッセージください。あなたの状況を判断して、そしてこうやれば時間がなくてもできるという方法を私はお伝えします。ただですね、この動画を見る時間があるんだったら時間あるんですよ。ここに気づかないといけないんですよ。いつまでも億万長者合宿なんて見てる場合じゃないですよ。明日から億万長者合宿のリメンバーは再生数1、私か吉谷さんがどっちが見るだけ、他の人が見る必要はありません。そんなこの動画を見る暇があったら早くやってください。時間がないでしょ。時間がないんだからビデオ見ないでください。それでは失礼します。